おはようございます。かけまるです。今日はビデオブログになります。今日はですね、7月の13日なんですけれども、天保山にね、明日、護衛艦の出雲っていうのが来るらしくて、なんか空母みたいな、もともとその揚陸艦やったんですけれども、改造されて空母みたいになってるんですけれど、それをちょっと今日着てるのかどうかちょっと見に行ってみようかなみたいなビデオブログです。すいませんちょっとネタがなくて、それでそっから見えるはずなんですよ。出雲が来てたら明日に来るのかな。あ、でも明日天保山で一般公開やから、今日来てるんちゃうかなって思うんですけど、すいません、ちょっと来てたらラッキーかなみたいな。ちょっとドラポジが行ってみようかな思うんですけれども、車はね絶対無理ですね。前に5年前ぐらいに加賀が来てた時に、確か加賀やったと思うんですけれども、同じ空母みたいな護衛艦なんですけれども、揚陸艦、車で行ったらもう車を駐車場に入れる列待ちがドバーって中央通りの方までぐるーって出てきてて、これは並んでても絶対無理や思って諦めたんですけれども、だから今回はちょっと電車かバスで行こうかな思ってます自転車やったらちょっと遠いんですよね。バスやな。バスで行ってみます。でもかな、尼崎のコーティング屋さん行く時に高速から見えたんですけど、またここから見れたら嬉しいんですけどね。左側に海遊館見えるんですけど、止まってないですね。明日の朝やったら見れるかな、ここから。すいません、以上ですごめんなさい。それじゃあ、実家の方に向かいます。この間のその5年前やったかな、コロナの前にきらめきっていうコーティング屋さん、天野コーティング屋さん行くのに湾岸線乗ったんですよ。それでその時にこう湾岸線から安治川橋渡る時に下見たら、なんかすげえでかい船止まってるな思って、ほんでその上に人がね、うわっさーっとおったんですよ。そんでコーティング屋さんに行って、なんやろな、お金払ったんかな、わかんないですけれども、それですぐに戻ってきて、で見に行こうと思ったら駐車場入られへんかって、見られへんかったみたいな。で近所に知り合いの人がいてて、その人に前来とったでしょっていう話になったんですけど、その人は見に行ったよって、言ってて、すげえ見れたんですねって言って、その時は電車で行きましたって言ってたから、そしたら車ではやっぱ絶対入られへんっぽいから、今度はちょっと電車かバスで行かないとあきませんねいう話しとってただね、僕12時まで仕事やから、公開が12時から何時までやったっけ、確かね夕方の3時ぐらいで終わりみたいな感じやったんですよね。であまりにも人いっぱいやったらもうそこでなんか入場制限になっちゃうっていう話だから、12時終わってバスで行って1時までにつけたらいいかなって。でその出雲を YouTube ネタにしてもらおうかなっていう感じです。とりあえずですね、明日出雲入れたらちょっと動画撮影してこようかなって思ってます。行っていきなりもう制限かかってる感じも否めないんですけれども、どうなんやろう、大雨降ってたら入れそうやと思うんですけどねそれもちょっと明日期待できへんかなみたいな感じです。それでその次週は、今週はちょっと出雲ネタで、ちょっと足らん分はアクシス Z のオイル交換とかちょっと予定してるんですけれども、で、その次に、京都の四条畷手の方に、リスナー様のリクエストでパッソ借りに行ってレビューしようかなって、考えてます。アスカーっていうところで四条畷手の方でパッソ借りる予約は入れてるんですけれども、めっちゃ遠いんですよね。最近ね、なんかちょっとまた体力が落ちてきた感じで、仕事しててもね、なんか低血糖になるんですよね。なんでやろう。毎回今月末にまた検査で、来月頭にまた診察あるから、ちょっとその時に低血糖になるのをちょっと一回言うてみようと思ってますね。まあ胃がちっちゃいからね、それで低血糖になりやすいんやとは思うんですけど、まあやっぱお医者さんにちょっと見てもらった方がええかなみたいな。あ、自転車が、すいません。ちょっといつも見れなくて残念やったんですけれども、明日は確実に見れますよね。明日もビデオブログと称して出雲見に行く動画にさせてもらって、で実際に出雲を見に行って見れたら動画撮らせてもらってみたいな感じにしようかな。で次週は北新地から電車に乗って何線やったかな、 JR やなんですけど、なんとか線っていうちょっと特殊な路線で、四条畷手に行ってみたいな感じですね。1時間ちょいかかるみたいなんですけど、電車乗って、まあでもね、なんか最近体調悪いんですよね、ほんまにあ、とりあえず、頑張ります。以上です。すいません今日は簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。